ここからは歌舞伎の映像に関しますご説明でございますので、それぐらいお伝えしてまいります。林間天郎コレクション、2人目が今回なってました。初代中村鴈治郎のミュージックビデオなんですけれども、初代中村鴈治郎と申しますのは、1960年から1935年、大冠の中に日本一の顔という石碑が現在の大阪の道頓堀に残っておりますけれども、この朝日に田中をした、大阪を代表する、道頓堀の王者とも言うべき、大俳優でございました。この鴈治郎に、長男が林長三郎、これは亡くなった鴈治郎亡くなった1935年当時の名前で、林長三郎、それから次男が中村千尺、そして孫が、その長三郎の息子の林俊夫でおりますが、長三郎は後に林又一郎という名前になって1966年に亡くなりますので、今回この林長三郎が撮影したフィルム群を、林又一郎コレクションというふうに、一応名付けようと、提案をいたしました。次男の中村千尺は後に二代目中村鴈治郎を継ぎまして、映画にも大映の映画と あるいは、小津安二郎の映画と出演しておりますので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、又一郎の息子の林俊夫はですね、戦争で亡くなりまして、その息子が林雄一さんにあたります。ですから、長三郎すなわち後の又一郎は林雄一さんのおじいさんということになります。で、その林又一郎がですね、フィルムを撮っていたということは実は知られていたんですけれども、そのフィルムをですね、古書店で購入して、このフィルムアーカイブに寄贈したのは、大友正樹さん、すなわち伊藤みたいな名前で、そちらにいらっしゃるんですが、で、大変国家的貢献をなさっていますけれども、16ミリフィルムが51本、あります。で、ざっと分類いたしますと、1920年代から30年代の舞台と、それから、初代鴈治郎周辺のプライベートを映したものというふうに解別できるというのですけれども、舞台の方はですね、さらに細かく申しますと、初代鴈治郎自身、初代鴈治郎の舞台を撮ったものと、それから長三郎の、記載を使って長三郎の舞台を撮ったものと、それから、来藩した、東京勢の舞台、すなわち、これ関西で主に撮ってますので、大阪の劇場に、やってきた東京の名優たちの舞台を撮ったものと、それから一本だけですね、1962年の又一郎の舞台がこれが唯一の例外として、ほとんどのフィルムは1950年代から30年代に、大体撮影年代が収まるというコレクションであります。その他に、初代鴈治郎の周辺のプライベートフィルム、講演会の余興の様子でありますとか、それから、おそらく講演会旅行の様子ですとか、あるいは1935年2月6日の鴈治郎自身の、葬儀の模様といったようなものが、収められています。それではですね、その来藩した東京勢の舞台の中から15代目市村右衛門と6代目梅梅光の重ねの舞台を1分間だけご覧いただきたいと思います。それでは映写の方よろしくお願いいたします。これが重ねという、清本の舞踊でして、うちの山台で語っております筆頭が清本四時代残劇物語の尾上菊之助の実景にあたりますけれども、この舞踊はですね、清本の名曲は知られていたのですけれども、踊りとしては耐えていたのを、大正年間にこの右衛門と梅光、そして四時代黄金トリオによって、復活、そして、大変な人気狂言に仕上げたものであります。従来昭和4年にですね、花道の上幕の方ぐらいから撮った、だいぶ顔の表情も小さく映っているフィルムは一部知られていたんですけども、ご覧の通り、これ非常にこの舞台の脇から撮って、後になりますと表情も非常にはっきり映るフィルムで、15代目市村右衛門は戦前を代表する2枚目、そしてその女房役者として活躍しました6代目梅梅光の2人のですね、様子が本当に手に取る距離で映っていて、非常にその2人の舞台の魅力をよく伝えてくれるフィルムが新しく出てきたということになります。この感じであと6分間これを見ることがあります。もう一つはこれが2代目中村鴈治郎、中村千尺当時の、本庁二十九の狐八重垣姫を、映したフィルムです。これは義太夫節の文楽の演目を作品したので、
人形彫りといいまして、人形のようにこうプログがついているんですけども、動いて見せるとあいうそういうその演出による舞踊劇なんですけれども、会場がこれ大阪の旭会館、最近会館芸術という雑誌などが復刻されておりますけれども、でそこの会館10周年記念の特別公演というふうに記されています。で男女の、若い頃の美しい様子が非常によくわかる。でその男次郎にそのこれはですね上杉の娘八重垣姫に狐が取りつくという話なんですけど、その狐を使っているのが初代男次郎。初代男次郎が大変こう巧みに狐の人形を操って、そして八重垣姫に取り付いていくんですけれども、これから先もですね、そういう映像なんですけれども、旭会館での催し物を映した1920年代の映像という点から言いましても、これは非常に珍しいものではないというふうに思います。で、ちょうどのがフィルムを映していたというのはですね、こちらに表紙を飾っております雑誌「神型」という、共同研究という雑誌がありますけれども、これに三回忌にあたって長三郎の撮影の16ミリ鴈治郎の面影というのを試写したというふうにありまして、撮影されていたことは実は知られていましたが、この舞台に関するものは中村鴈治郎舞台の面影といって松竹に、まとめたフィルムが現存しております。今回使ったのはそれの原版が思われるものと思います。松竹に残っているものには全部で12役の映像がありまして、今回見つかったフィルムはその中の11役、京成半言語どのまた の原版だけないんですけれども、他の11役の原版は全てありまして、さらにその上に大一郎本人の舞台の映像、それから、初代鴈治郎のプライベートの映像、そして、葬儀の映像、葬儀が大体20分ちょっとなんです。それをですね、今回プログラムに当たりましては見せしようというんですけど、全部もちろん無声でございますので、無声の映画をですね、2時間近くずっと追いかけるというのも歌舞伎に慣れていらっしゃらない方だと大変だというので、私は当日全部ずっと上映の間こういうふうに喋りながら色々調整するという予定になっているんでございますけれども、どんなことになるか自分でもよくわかりませんけれども、ともかくもそんなことでございまして、ただとにかく、1920年代から30年代にかけての大阪の歌舞伎で、そしてそれから大阪の文化を語る上で非常に重要なフィルムが出てきたというふうに思われますので、こういうものが育成に伝わってきたのでありましたということも合わせて申し上げておきたいと思います。もしさらに詳しく何かありましたらば、ご質問を取っていただきたいというふうに思いますので、私の方は取り出します。ありがとうございます。